さあ今回の週刊鳥リンク鳥取大丸屋上に来ていますよ。いや開放的で気持ちいいですね。今回ご紹介したのは地域密着型のクラウドファンディングファーボ鳥取です。これ簡単に言いますと、地域づくりをしたい、町おこしをしたいという方、いいアイデアをお持ちなんですよね。でもお金がない、そんな方をですね、応援するためインターネット上で資金を集めて夢を実現しようというものなんですね。いいですよねこういうので。このクラウドファンディングファーボ鳥取を使って夢を実現しようとしているのが、こちら鳥取大丸屋上を人が集まる場所にしたいと活動されている丸庭の皆さんなんです。丸庭は大丸の庭ということで丸庭なんだそうです。こうやってイラストを描いたりして皆さんが集まれるように、楽しくこの場所で過ごせるようにいろんなアイデアを考えられているんですが、この秋に動き出すプロジェクトがここ大丸の屋上を芝生化しようというものなんですね。これがクラウドファンディングで皆さんの賛同を得て資金を集めて実現することができるようになったんです。地域を盛り上げたいというアイデアをお持ちのあなた、ぜひファーボ鳥取検索してみてください。